どうもこんばんは、ともかずです。先日ですね、先日に続き、今度はディスクの重量を調べてみました。で、頭のところにあるものが、ディスクのナンバーであるというか名前のところですね。これの場合は0ディスクで、真ん中に、重量ですね。で、最後に星の数を記載しています。はい。で、この中でちょっと気になるのは、まあ基本的にはディスクの種類によって重さが大体揃ってるんですけれども、星の数をちょっと確認すると、ここに7ディスクが3つ存在します。で、そんなには、重量差がないんですが、3つのうちこれが星4なんですね。この赤いやつ、2000円で、プレゼントでもらえるやつですね。これ星4なんですけれども、星3の方が重くなっているという、自分の知っている限りだと、星が数多い方が重いと。ここに、4ディスクと言ったらいいんですかね。4ディスクが2つあるんですけれども、星4の方が星3よりもだいぶ重いですね。なのにこっちは星3なのに星4よりも重いと。もう本当に個体差でしかないのかなと。星の数も気にしなくていいんじゃないかなというのが、今回この重量、ディスクの重量を測って、分かったことです。なので実際に重さを、気にするような方は、測って、それで重量をというか、チョイスをですね、していった方が正確に、競えるんじゃないかなと思います。はい。で、0ディスク、7ディスク、5ディスク、4ディスク、これ Y は何でしたっけね。Y ディスク、ヘビーかな。で、2ディスク、8ディスク、1ディスク、13ディスク、インフィニティか。で、アンダーだったかな。で、2ディスク、サークル、で、またインフィニティと。まあ、これもインフィニティがここにあるんですけれども、インフィニティの星2つの方が、まあ、これは塗装の分っていうふうに捉えてもいい気はするんですけれども、まあ、0.4g 以上、星4と星2で逆転している現象が起きていると。で、インフィニティ11ディスク、12ディスクという形の、差になります。で、一番軽いのと一番重いのでは、まあ、18g 弱の、重さの違いがあるので、まあ、レイヤーよりもかなり大きな差になるのかなと思います。で、あとは重量バランスですよね。レイヤーとの組み合わせによって重量バランスが変わってくるので、まあ、それによって回転がどんだけ変わるかっていうのを考慮しながら組み合わせをしていくのがいいのかなとは思います。ここまでちょっとディスクの方で重量バランスが、バランスじゃないや、重量の違いが星では決まらないということが分かったので、まあ、ちょっと自分のディスクのですね、選び方っていうのはこの重量で、あとは形状と、合わせるレイヤーですね、そちらの方と検証をしながら、一番いい組み合わせを選んでいきたいなと思います。なので皆さんも、自分のディスクがどういう重量になっているかというのを調べてもいいのかなと思いました。